はい、皆さんこんにちは、カリアです。プロスペース楽天ジュース企画続きをやっていきたいと思います。今回はですね、前の動画でも言っていましたが、プロスペースセレクション、プロスペースセレクションじゃない、プロスペース OB セレクション第1弾ですね、こちらを引いていきたいと思います。はい、ではね、早速選手を見ていきましょう。まあ、前回一応見たんだけどね。はい、まずライオンズが石毛選手、ショート、パワーもあってミートもね高いですし、走力も結構高いのでいいですね、使いやすそうで。大栄吉永選手、まあ今ソフトバンクですね、パワーヒッターやね、まあ、パワーが A に乗せられるといいですね、ファーストとキャッチャーもできるの、で、飯田場監督ですね、まあ外野手、肩もまあまあ、スローイングもまあまあ、スローイングは A だからいいのか、まああと打撃能力もやっぱかなり高いですからね、いいっすね。で、今井選手、オリックスですね、阪急ブレーブス時代ですね、変化球も多いですね。で、超重い球、援護回、19完投、21勝ってすごいね。まあ、今となってはもう20勝なんて夢とまた夢ですもんね。すごいね。まあ、能力値もかなり高いですね。で、小林正秀選手、ロッテですね。まあ、球威、制球はともに。A 乗ってて、まあ抑えなのでスタミナは若干あれですけれども、まあ、変化量も大きい、変化球が2つあるのと、悪くはないんじゃない、存在感もある、OK で、楽天小倉選手ですね、中継ぎと抑え適性、変化量は少ないものの、多種多様な変化球を持ってますね、いいんじゃない？あれ。はい、カープ、金本さんですね。まあ元阪神の監督ですが、まあなんか僕がもう野球を見始めた頃には阪神にいたので、なんか最初のうちはもうなんかカープの金本さんっていうとなんか変な感じしてたんですけど。なんかやっぱ縦島のユニフォームに見慣れちゃってた感がすごいやっぱりありますね、まあでもカープでもやっぱりね、しっかり成績残されてて、で FA で、阪神にして、あれ赤松選手か、カープに行ったのは違うかな、多分そう、確かそうだよね、両あの2人ともね、なんだかしっかり活躍された選手ですね。あ、トリプルスリー達成してるんだ。へえ。で、ヤクルト石井一久選手、まあ今の楽天の GM ですね。まあちょっとなんか福田選手のね、交渉の件でいろいろとなんか言われてましたけど、まあ能力値はやっぱりいいですね。で、スラーブ、まあ、ちょっと変化球はまあ少ないっちゃ少ないけど、まあでもスラーブとかはね、変化量多いんで良さそうですね。で、巨人、高橋由伸選手。ミートパワー同時でアーティストで、両方とも A 乗ってて、外野適性も良くて、スローイング、肩も良くて、いいですね。アーティスト、超アーティストもついてる。これは普通に欲しいですね。ちなみに2016年のタイムスリップの高橋由伸選手を持ってるので、まあ引ければ引きたいですね。強いですし。で、横浜が進藤選手、ショートとサード対左投手20番、なるほど、どっちかっていうと守備型の選手、でも打率も結構残してますから、いい選手の方が変わりない。でもそうね、パワー型はパワー型なので、
で、まあ当たりと言って過言では当たりと言って過言ではない、落合さんですね、うん、ファーストとサード、うん、超高額打法でアーティスト回もついてるからホームランも打ちやすいだろうし、ホームラン37本ってすごいね。まだ生まれてないよ俺91年はあ。あでも首位打者はこの年取れてないんですね。へえ、37発すごいね。で、城島選手、阪神。うん。まあ、去年のね、城島選手持ってるんで、まあ、もしゲットできたら、こっちの城島選手に継承させてもいいなっていう感じですね。うん。まあ、ミートパワーもいいですし、まあ、走力はまあ、あれですけど、で、肩も、ね、スローイングもいいので、ね、で、パワーヒート捕手、回がついてるのはいいですね。うん。いいですね。うん。まあ、今回、個人的にはちょっと使ってみたいなと思うのは稲葉選手は結構実は何枚かも確か 2,3 枚持ってたはずなので、まあ引ければ引きたいなっていうのと、まあ、楽天純正企画のために小倉選手が欲しいなっていうのと、まあ、あと金本選手とか高橋由伸選手とか、お茶屋さんとか、そのあたり、あと城島選手もね引けるといいなとは思ってます。よし、じゃあまあね、なんだターニングポイントのイベントボーナスもつくので、まあ、今回30年しっかり回していきましょう。で、まあ、OB1 人確定、スランク OB1 人30年で確定なので、まあそこで誰か、引けるといいなと思います。ではいきましょう。まず10連目、さあここはどうだ、さよならのチャンス、A ランク確定ぐらいかな。お？オール DA ってさすがにないですね。お、割れた。小林選手、福田信正選手、野村選手、有原選手。おー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 、オーケーオーケー。小倉選手。オッケー。小倉選手引けた。マジか。そうかい、引けてしまったよ。菅野選手、太田選手、中田翔選手、内川選手。待って引いちゃったよ、もうすでに。小倉選手引けてしまった。やったマジか。これもう引かなくていいとか、ダメダメだね、引こっかはい、20連目いきましょう。うーん、じゃあもうあとは落合さん、金本さん、稲葉さん、城島さんあたりが引けるといいね。行こっか。マジか。いや普通に A ランク1枚出てくるかなと思ったら、まさかの A ランクじゃなくて S ランクで、しかもね、小倉選手が普通に出てくるかもってなって、びっくりした、はい、さあまあさすがに今回は割れないでしょう。はい、高橋玲選手、西選手、進藤選手、ナバーロ選手、住谷選手、石毛選手、西選手、石原選手、金本選手、大石毛選手、OK。はい。うん。さあ、ということで、残りあと10連引くと、まぁ、あ、S ランク OB1 人確定ということで、ここで S ランク2枚引ける。引けたってのは大きいですね。まあ、やっぱりだったら、まあ中日ファンでもある、中日ファンなので落合選手を引きたいなっていうのと、まああとは持ってるっていう関係で、高橋由伸選手、稲葉選手、城島選手あたりを引けるといいな。金本選手もね、タイムスリップ時代の A ランクはね、何枚かな、1枚か2枚持ってた気がするので、そのあたり引けるといいですね。行ってみよう。まあここは S ランク確定ですからね。よいしょ、最高。城島選手、田代選手、進藤選手、落合選手、吉永選手、鈴木大地選手、伊野選手、大山選手、小林正秀選手。さあラスト、 OK。
高橋由伸選手、素晴らしい引きですね今回。やったぜ。いやめっちゃ欲しね、普通に欲しかった選手だから、今回欲しかった選手2人引けたのは大きいっすね。ね、小倉選手、高橋由伸選手2人引けたのは大きいな。ちなみに高橋由伸選手は、まあ、A ランクを持った、A ランクじゃない、S ランクは S ランクで持っててですね。あれ？ここにいないな。こっちか。こっちにいるのか。どこ行った？そう、金本選手1枚ここにいるでしょ。あ、石毛選手、俺去年のやつ持ってるんだ。あ、去年じゃない。2年前、3年前。へぇ。全然知らんかった。稲葉選手が1枚、2枚あるでしょ？結構いっぱい持ってるな。あ、いたいた。高橋由伸選手。うん。これを継承で持ってこれると、やっぱり。あれ、でもシルエット選手扱いのってのはなんで？あ、これってでもさ、高橋由伸選手って、これもしかして限界突破に使えないのかな？同じ同盟の選手だから使えないのかな。これ使えないとなるとちょっと厄介ですね。そうか、まあ、ちょっとやってみましょうか後で。うん、よし、じゃあちょっと楽天純正オーダーを組み替えましょうか。はい、ということで、楽天純正オーダー、ここに1人加わるわけですね。まあ、ハーマン選手をひとまず、まあ、後でちょっと入れ替えはしようかと思いますが、小倉選手がここに入りますと。うん。よし。これは大きいね。うん。まあ、で、まあ、福山選手、三馬選手が抜けると、ただここでまたちょっとね、あれですけどね。んで、まあ、野手陣は、まあ、今のところ変わりなしかな。うん、まあただ、まあ、今回は、引きとしては良かったかなっていう感じですね。で、まあ、楽天は、結局 鈴木大地選手 と、福田周平選手狙いに、で福田選手になんか今日の昼に見たニュースだと 4年10億とかっていうものすごい莫大なあのねあの報酬じゃねえや、年俸を出すっていう話をしてたんですけど、まあ、結局 4年4億5000万とかぐらいっていう話でしたね。現実的にはそのなんか4年10億っていうのはあのデマだったそうですけど、まあ、4年10億はさすがにね出しすぎだろうとは思ってたんですけど、ね、ソフトバンクが4年5億とかそれぐらいですもんね。中日も4年4億だし他のチームも4年4億とかそれぐらいがなのにね、それの倍出すってどうなのって思ったんですけど、さすがにそれはあのデマだったみたいでよかったですけど、うん、まあただね確かに楽天お金ありますからね、うん、中日もねもうちょっと見習ってほしいですけどね、まあ、総部選手のあれだったりいろいろありますけど、まあその年俸が下がるっていう面に関して、まあ確かに去年より確か成績は落ちてるはずなので、まあ年俸が下がる分にはある意味しょうがないのかなとは思いますけど、仮にも球団のトップに立つような人がそんな選手を貶めるようなことを言わなくていいのになとは思った。あの昨日のまあね、その実際の発言は僕は聞いてなくて、そのニュースの、ね、文字だけで読んでるだけなので、そのまあ本当かどうかは分かりませんけど、ただそういうニュアンスで言ったんだったらそれはおかしいんじゃないとは思いますけどね、うん、それは言っちゃダメだと思います、はい、うん、ね、まあ、なんかダルビッシュ選手もねそんなような話をしてましたが、まあね、なんかツイートしてましたねこの件に関して。まあ確かにね、まあ、中日はまあね、まあでも年俸出せないのは分からんでもないですけどね。だって言うてね2013年から7年連続 B クラスですからね、それを考えるとしゃあない部分も若干あるとは思いますよね。それはまあそのなんだ、
球団の営業の人たちは頑張ってると思いますし、もちろん選手もね、頑張ってると思いますけど、やっぱりその勝てないっていうところで、ね、観客動員数とかっていうのもやっぱりいろいろ関係してくるとは思うので、なかなかお金を使えないとか、まあ、今ねあとロドリゲス選手の問題とかも年俸とかもね、まあ、どうなるか分かんないですけどありますから、あんまりお金を使えないっていうのはあるのかもしれないですけど、なんだかやっぱり支えてくれた選手に対するリスペクトっていうのはあってもいいのかなとは思いました、はい、あんまりまあ俺らが言えることじゃないのかもしれないけど、なんか選手を大切にしてないように聞こえる言い方は球団のトップがしちゃダメだとは思うかな。はい、なんかそうちょっと愚痴みたいな感じになっちゃって申し訳ないですけど、うん、まあ、楽天純正オーダーはまあ今のところこんな感じで、まあ、今回ね引きたかった小倉選手が引けたのは来てます、よかったかな、うん、ね、これで、まあ、三馬選手福山選手が抜けること前提で、結局 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、 うん、あと9人全然増えてねえな楽天の選手ウィーラー選手とかね、太田選手も、覚醒させたし、辰巳選手とか安楽選手も覚醒させてる、あ、まあ、安楽選手はもともと覚醒してたかもしれない、辰巳選手とかも覚醒してるはずなのに上がってこない、あの人数が増えない、難しいね、はい、まあ頑張ってやっていきましょうか、はい、はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうかと思います、次回ターニングポイントの報酬開放やっていきますので、あ、そうだ、1個やること忘れてた、忘れてた、やってみようって言ってや結局やるのを忘れてたやつが1個あった、違う経験値に変えちゃかんって特訓しようと思ってたんだった、巨人 S ランク高橋由伸選手、あ、できますね、あ、できるんだならいいや、びっくりした、できるのかと思った、ほい、じゃあ継承させちゃいましょう、ほい、ででん、すげえ、フォームが結構出ない、限界突破3回、うん、いいですね、まあ、しっかり育成をしていきたいと思います、よし、じゃあマイページ戻りましょう、よし、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうと思います、そうね、次回のターニングポイントは、まあ、やっぱ中日ファンなんで落合選手引きたいとこかな、うん、まあちょっとさすがにそれ以外もうこれ以上はスカウトは引けないので、もうあと1枚って考えるとやっぱ中日ファンなので落合選手が引けるといいなとは思いますかね、ね、今年の OB の最初のシリーズとしてはもうかなりいい引きだったんで、今後もこれが継続できるといいなとは思ってます、はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうと思います、最後までご視聴ありがとうございました、また次の動画でお会いいたしましょう、またね。